訓練は弾道ミサイルが飛来する場合どう行動すべきか住民の理解を深めようと県が国や五島市関係機関と共同で行いました。訓練には初めて中学生も参加。福江中学校の全校生徒が屋内で身を守る姿勢を取るまでの動きを確認しました。また福江文化会館にはおよそ40人の住民が避難しました。弾道ミサイルを想定した県の訓練は今回で2回目です。北朝鮮からミサイルがどんどん撃ってくるでしょ。いざっていう時に間に合うように、これからも訓練はね、大事なことだと思います。実際行動を取っていただけるかというのは本当に重要だと思いますので、県民の皆さん、市民の皆さんの安全安心を守るような取り組みを進めていきたいなと思います。県では来年2月に諫早市で第三国が侵略してきた想定で住民を避難させる机上の訓練も行う予定です。